ニューオーリンズはアメリカ海軍の防護巡洋艦。ニューオーリンズ級防護巡洋艦の一番艦。艦名はルイジアナ州ニューオーリンズにちなむ。日本ではニューオーリンズと表記される場合もある。ニューオーリンズは1895年にブラジル海軍の発注した防護巡洋艦アマゾナスとしてニューカッス,スルアポンタインのアームストロング・ミッチェル社で寄港した。 1896年12月4日に浸水したが、建造途中の1898年3月16日にアメリカ海軍によって購入され、1898年3月18日にグレーブゼンドで艦長アーサー・ P ・ナズラを少佐の指揮下収益した。ニューオーリンズは1898年3月27日にニューヨークを出港し、米西戦争での任務に向かう。 5月17日にバージニア州ノーフォークを出港し、5月30日にサンティアゴデクーバー沖で遊撃艦隊に合流する。翌日の午後、マサチューセッツ及びアイオワと共にワンを搭査し、スペイン艦及び沿岸砲台との砲撃戦を行う。6月6日及び16日にワン入り口の砲台に対する艦砲射撃に参加し、石炭補給のためキーウェストに向かう。 そのため7月3日のサンチャゴデキューバ海戦には参加できなかった。夏を通してニューオーリンズはグアンタナモアン、サンフアン、プエルトリコの間の封鎖のための巡航を行い、フランスの封鎖突破戦オリンデ・ロドリゲスを7月17日に打破した。ニューオーリンズは10月20日に平和記念祭のためにペンシルベニア州フィラデルフィアに到着し、その後ニューヨークで平時任務の準備を行う。 1899年5月16日から29日まで、ルイジアナ州ニューオーリンズを訪問し、夏に大西洋岸で演習を行った後10月21日にニューヨークを出港、アジア艦隊に合流する。ニューオーリンズはスエズ運河を通過して、アゾレス諸島とポートサイドを訪問し、12月21日にマニラに到着した。続く5年にわたって、 アジア艦隊巡洋艦船隊の機関として、フィリピン及び中国海域で活動する。機関任務をボルチモアと交代し、1904年12月27日にカビテを出港、1905年1月27日にメアアイランド海軍造船所に到着し、2月6日に退役した。ニューオーリンズは1九百九年十一月十五日に最終役し、 1910年4月25日に横浜でアジア艦隊の任務に復帰した。極東での任務の後、1912年2月14日にワシントン州ブレマートンに帰還、予備役となる。1913年12月31日に再び任務に復帰し、1914年の春までメキシコ西岸の偵察に従事、夏には、 ワシントン州海軍民兵の訓練を担当し、秋にメキシコ水域に戻る。アメリカ合衆国が第一次世界大戦に参戦。すると、ニューオーリンズはピュージェットサウンド海軍交渉でオーバーホールが行われ、作業後出港し、パナマ運河を通過、東海岸に向かい1917年8月27日にハンプトンローズに到着した。ニューオーリンズはニューヨークから、 イギリス、フランスに向かう戦団の護衛を駆逐艦と共に担当し、その後1918年1月16日にニューヨークを出港し、アジアステーションに向かった。パナマとホノルルを経由し、3月13日に横浜に到着する。そこから中国、フィリピンへ巡航し、1919年7月17日から12月20日までロシアのウラジオストクで、 ステーション艦として、シベリアの連合軍を支援した。カビテで修理を行った後、ニューオーリンズは、ウラジオストクに戻り1920年5月20日から9月27日まで、連合軍派遣部隊支援の任務を再開した。アジア艦隊での任務期間中の1921年8月8日に CL、CL-22 に、艦首変更される。 その後1922年2月14日から8月17日まで、ウラジオストクでの任務に従事した。9月23日にメアアイランド海軍造船所に帰還し、11月16日に退役した。ニューオーリンズは1929年11月13日に除籍された。1925年4月1日、4.7インチ砲5番が合衆国政府から、 イリノイ州県軍に寄贈され、現在ジェネバの県軍庁舎に展示されている。ニューオーリンズは1930年2月11日にスクラップとして売却された。ありがとうございます。